はい、どうも皆さん、こんにちは、ズッコです。それでは今回なんですけども、クイックペイ1000円以上利用すると、抽選で1万人に5000円キャッシュバック、効率的な参加方法も解説ということで、今回は月餅ではなく、みんな大好き、クイックペイのキャンペーンですね。このキャンペーンでは、抽選のキャンペーンにはなるんですけども、ま、使い方によっては、効率的よく、まあ、参加する方法っていうのもありましたので、まあ、そちらも含めて、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで今回お伝えさせていただくクイックペイのキャンペーンなんですけどもこちらですね今ならクイックペイ、アップルペイ等で支払うと抽選で1万名様に5000円当たるというキャンペーンとなっております で、こちらのキャンペーンなんですけども、11月の16日からすでにスタートしておりまして、今年いっぱいの12月31日までのキャンペーンとなっております。で、内容なんですけども、先ほどのタイトルにもあった通り、1回税込み1000円以上のご利用で、1万人に5000円が当たるということになってます。なので、税込み1000円以上決済するために、この抽選に参加ができるということになります。そして、さらにですね、右側の青枠のとこなんですけども、さらに対象のご利用合計5回で、 当選確率5倍のチャンスということですね。なので、まあ、とりあえず税込み5000円以上、1000円を5回行えば当選確率が5倍に上がるということですね。で、対象のクイックペイなんですけども、まあ、基本的には全部のクイックペイが対象となってます。アップルペイの登録してるクイックペイだったりとか、グーグルペイに登録してるクイックペイ、あとはカードタイプのクイックペイですね。これちょっと僕持ってないんですけども、カードタイプのクイックペイも対象になると。なので基本的には全てのクイックペイが対象となります。 で、ちなみにこのキャンペーンに参加するにはですね、特にエントリーというのは不必要ではないので、もし対象のクイックペイがあれば、基本的にはもう勝手に参加されているということになります。 で、気になるですね。まあ、対象のクイックペイなんですけども、カード会社ですね。どんなところが対象なのか、こちら今一部出しております。まあ、有名どこで言うとね、よく、もうほとんど聞くとこばっかだと思うんですけども、アプラスとか、アメリカエキスプレス、あとセゾンであったりとか、セブンカードとかも対象となりますね。ちなみに僕自身は、今、青枠のところはか、この対象のカードを持ってるので、まあ、これらいずれかでも参加できますね。エポスカードとか、AU の自分銀行なので、多分これはあの、JCB デビットのことかなと思います。で、AU ペイプリペイド カードでやってるとか、そしてビザプリペイドのキャッシュ、そして JCB グループ、まあオリジナルシリーズとかですね、こういったところも対象と、で他にもこういったところも出ております。まあ、僕が持っているのであれば水道銀行のまあ、スマートデビットとか、まあそういったところも対象になるのかなという感じですかね。 で、気をつけてほしいのは、この対象外のクイックペイという項目ですね。ここは必ずもうチェックしておいてほしいとこではあります。まあ、ざっと一覧でこんな感じですね。いでミツクリジット株式会社。で、これ、シズギンっていうんですかね。シズギンセゾンカード、ビューカード、ミクシー。あと、宮崎審判、ラインペイ、楽天カード、YJ カード。まあ、これらが対象外のクイックペイとなります。まあ、僕の場合なんですけども、この楽天カードを持ってるんですが、 一応、楽天カードもクイックペイの機能はついてるんですけども、これは対象外のクイックペイとなります。で、他にもですね、このミクシーであれば、あの、6g っていうスマホ決済たまに紹介させていただいてるんですけども、これも対象外になると。あと、LINEPay の場合は JCB のプリペイドカードが LINEPay にあるので、まあ、それも対象外になるということですね。ちなみに一番下の YJ カードに関しては、Yahoo Japan カードのことを示しております。なので、これらで決済してもキャンペーンに参加することはできます ので気をつけてください。 続きまして、ちょっと注意点をですね、一部ピックアップをしております。結構細かいところいろいろあったんですけども、ここは押さえておいた方がいいなっていうことでピックアップをしてます。四つですね。まずこの抽選のキャッシュバックですね。まあ、抽選が当たった時のキャッシュバックの時期なんですけども、2021年の4月中旬以降予定ということですので、もうこれはっきり言って本当にキャンペーンが終わって、もう忘れた頃に、お、当たってるみたいなことに気づくかもしれないですね。で、キャッシュバックされる時期であったりとか、キャッシュバックされる方法などは、そのカード会社 ににによってて異ななるのののでこれは事前にカード会社にチェックしておくのがいいいかなと思いま,すまあその時にこちらも含めて聞いていただければと思うんですけれどもそのカード会社によってキャッシュバックで返ってくるところであったりとかそのカード会社専用のそのポイントで返ってくるっていう可能性もあったりするのでここもカード会社に聞いておくのがいいと思います。 そして中にはですね、このクイックペイのキャンペーンの中にもあったんですが、一部そのキャンペーンの対象外となるカードもあるみたいなので、まあこちらも同じく事前にその有無を確認しておいた方がいいかなと思います。で、ここからなんですけども、このキャンペーンに参加するための僕なりに考えたまあおすすめの決済方法を2つ紹介をさせていただきたいと思います。いわゆるそのタイトルにもあった効率的にまあ参加する方法の一つですね。 で、まず1枚目なんですけども、au ペイプリペイドカードですね。 結構ですね、このプリペイドカードがまあ優秀でして、まあもちろんこの AU レッドプリペイドカードも対象となります。まあ僕の中でね、これらのカードあまりいい思い出はないんですけども、結構このカード自体はすごい優秀でして、まあその AU ペイプリペイドカードがその優秀な理由なんですけども、このキャンペーンと組み合わせて使うことができるっていうこともあるんですよね。それが今出てる AU ペイの生活応援企画ローソンのキャンペーンなんですけども、ローソンで AU ペイで決済したら3%還元を受けることができます。で、その中にですね、ちょっと小さく書いてるんですが、 aupay のクイックペイプラスも対象ということになってますんで、これと合わせて使えば同時に参加することができます。なので、まあ、ついでに参加できるっていう感じの考え方がいいかもしれないですね。なので、まあ、順番に追っていくと、まず aupay にクレジットカードでチャージをすると。まあ、結構そのチャージする方法っていうのいろいろあるんですが、 一部その限られたカードで AU ペンにチャージをすることができます。ちなみに僕、ゆずひこの場合なんですけども、今 j q p ポスカードを使ってまして、これでチャージをしているので0.5%還元を受けることができます。他にもですね、いろんなカード対応してますんで、まあ、ご自身が好きな方法でチャージしてもいいと思います。もちろんセブン銀行 ATM からの普通のチャージとかでも全然大丈夫です。 で、次に、ローソンで1000円以上のお買い物をすると。まあ、コンビニで1000円以上って結構な金額になるので、なかなかないとは思うんですけども、一応、1000円以上のお買い物をする体でお伝えします。 で、3番目、aupay リペイドカードのクイックペイプラスの機能を使って決済をして、先ほどお伝えした3%分の還元を受けることができます。で、一応1000円以上の条件をクリアしているので、クイックペイの抽選にも参加ができると。なので、実質3.5%の還元を受けれるプラス、抽選のキャンペーンにも参加ができると。まあ、普通に考えて、まあ、結構これ細かく書いてるんですけども、ただただ aupay リペイドカードで1000円以上の決済をしてるっていうだけになるんですよね。 一応、ローソンのポイントカードとか提示を含めたら、まだ還元率アップするんですけども、ちょっとややこしくなるんで、とりあえずこんな風に出しております。まずこれが一つ目の例ですね。で、続きまして二つ目なんですけども、こちらキャッシュカードですね。まあ、つい先日ね、3D セキュアに対応したということで、なかなかね、ちょっと盛り上がってきた、まだプリペイドカードの一つなんですけども、ま、こちらはもうだいたい今視聴者さんが見てる想像の通りの流れとなります。まず、クレジットカードとキャッシュをリンクするということで、まあ、いわゆるその紐付けするということですね。で、僕の場合なんですけども、 シュー紐付けるクレジットカードは先ほど紹介した JQA ポスカードを紐付けるので0.5%還元を受けることができますもちろんね楽天カード紐付けたりでもいいと思いますし好きな クレジットカード1%還元とかそれ以上のクレジットカード紐付けても全然 OK です。で、3番目にクイックペイ対応のお店で税込み1000以上の決済をすると。となると実質1.5%還元受けることができるプラス、ついでに抽選に参加ができるということになります。こちらも結構効率的に参加ができるかなと思いますね。これちょっと前にですね、ちょっと僕ツイッターでつぶやいたんですけども、あなただけの特典200ポイントゲットチャンスということで、これメールが来た方限定みたいなキャンペーンなんですよね。このメールの中でそのエントリーフォーム がありまして僕のの場合は、えー、1000以上の決済をしたららポイントがもらえますよっていう風にキャンペーンが来ておりました。けど人によっては、なんか500ポイントがもらえたりとか、まあそれ以上であったりとか、まあいろいろあるみたいなので、もしメール来られた方はですね、エントリーした上で、 これで参加すれば、これで同時に参加できるので、結構いいかなと思いますね。で、最後になんですけども、このキャンペーン、この抽選のキャンペーンに参加するタイミングなんですが、ここはぜひちょっと押さえておいてほしいなというふうに思いまして、一つ目は、他のキャンペーンが落ち着いている時に参加するということですね。今現在ですね、僕がこの動画をアップする11月の23日時点では、結構まあスマホ決済に 関してのキャンペーンがまあまあ多いんですよね。まあ一番本当群を抜いてる D 払いとか D ポイントとかのキャンペーンが今目立って多いので、そちらをね優先的に使われるのは全然いいと思います。で、そのキャンペーンがちょっと落ち着いてきたなっていう時に、 まあ先ほどお伝えした aupay プリペイドカードで決済を、ローソンとかで決済をするもいいと思いますし、もしくはキャッシュカードを,まあを使ってクイックペイで決済するっていう感じで参加するぐらいが僕的にはちょうどいいのかなと思います。なのでまあ抽選になるので無理に参加する必要は全然ないですね。そして二つ目、日常で利用しているお店でクイックペイということですね。例えばそのイオンとかまあそういったところもクイックペイに対応しているので、普段から日常でスーパーとかでまあお買い物するときにただただクレジットカード で払ってるのではなくてクイックペンに切り替えて決済すればまあ、特に負担なく 日常のお買い物の中にクイックペイが加わっただけなので、まあ無理なく参加できるのかなというふうに僕は思っております。例えばそのコンビニであったりとか、まあ先ほどローソンもいい例ですね。まあ先ほどお伝えしたそのスーパーとか、もちろん飲食店とかガソリンスタンドとか、あえっ、ー、とガソリンスタンドで言うとまあエネオスとか昭和シェルとかでも使うことができますので、もしこれらに対応していれば、1000円以上決済すればね、自動的にもうキャンペーンに参加してるので、 もうそれぐらいで参加するぐらいが僕的にはちょうどいいのかなというふうに思います。なので、何回もお伝えしているのに、抽選なので無理に参加する必要はないです。まあ、動画で紹介しておいて何なん,なんですが、確実にナンパー還元受けれるのであれば、まあ、ぜひ参加するのはいいと思うんですけども、まあ、抽選なので当たったらラッキーかなっていう感じぐらいが僕的にはベストかなというふうに思います。 まあそんなこんなで今回はクイックペイで抽選で1万名様に5000が当たるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いや本当ねこのクイックペイで、ね、ちょっと去年とかでやればねもう、まあ、思い出す限りは何ト還元とか結構合ってたりするんですけども今回はこの抽選のキャンペーンということでまあ今年いっぱいこれが開催されるということでしたね。まあ僕自身こういった抽選ってなかなか当たる機会ってないんですけども今この動画を見てくださってる視聴者さんの中で たまにその D 払いのキャンペーンとかで抽選に当たりましたというコメントもちょくちょくいただいたりするので、ぜひですね、この動画を見たタイミングで、ゆるい感じで参加をして、また当たった時にですね、またコメントいただけると、僕自身がちょっと喜びそうになるんで、いただけると嬉しいです。で、先ほどお伝えしたキャッシュカードのですね、お得な発行方法については、まあ、ちょっと前の動画でもちょっとお伝えしてるんで、そちらの動画下の概要欄にリンク貼ってますんで、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の 動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたけっぺい